いよいよ受験生、高3生が4月にやる勉強を3つ厳選してお話ししたいと思います。プロレスアカデミアの吉村です。徳永です。はい。今4月とちょうどなって、はい、新学年となって受験を意識しだす人もやっぱすごい多いと思うんで、はい、本気でもう志望校に受かりたいっていう人は、ほんまに4月からエンジンかけなきゃやばいってほんまに思ってください。はい。この時期からかけてもちょっと遅いぐらいやから、うん、受かりたい人は必死のパッチで勉強。必死のパッチで関西やな。必死のパッチで勉強するっていう意識でこれから臨んでください。基本的にはもうなんか2年後半以降からは別に早くはないって言われ続けるんですけど、うんうん、もう3年生になったらいよいよなんで、必死のパッチで。必死のパッチ、はい、やっていく中で、まあ、やることいっぱいあるんですけどね。今回ちょっと3つ萌先生厳選しましたのでお話ししていこうと思います。はい、じゃあ1個目いきましょう。はい、1個目ですね、はい、まず1個目は基礎固めを思ってる場合やるってことですね、はい、基礎固めって なんみたいな、うん、定着してるか分からん人も多分多いと思うんで、はい、まずやり方としては高3生とかやったら、うん、もう学校で配布されてる教科書のもう練習問題はいらないから、うん、例題だけをもうとりあえずグワーって解く、はい、ガチでやったら1週間ちょっとで多分解けると思うんで、もうすごいな、解けますよ。私そんな薄く。どっからどこまで？一冊ってこと？あ、一冊です。あ、なるほどね。例えば 1A とか。はい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 。それで自分の穴を見つける。うん、まあ、苦手な単元とかも分かるじゃないですか。図形とかやったらもうあからさま解けへんみたいな。まあそうやな。特に私がやってて思ってたのが、それ数学 1A、2B、3とか、うん、あと物理、化学、それこそ生物は教科書が多分すごく有効やと思う。で、学校の先生も結構その共通テストとかでもやっぱ被ってくるとこいいから絶対教科書は押さえとけって言ってたんで、うんうん、それはやっぱ間違ってないなと思います。科学はセミナーだけやったっけ？教科書とセミナーぐらい。うん、ほんまにそう。だから数学もそんなんやったっけ？教科書と、うん、あとはあの基礎問題成功。はい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 、まあ、結構だから周回派やんな。うん、周回派です私は。で、実際まあ偏差値上がったというのもありますし、うんうんうん、教科書がまあなんてやろな、無駄なく書いてるような気はしますね、うんうん、だ今その講義系の参考書出たりとか問題厳選して解説の方を分厚くみたいなのありますけど、教科書でいける人は教科書でいった方が多分一番なんか無駄ないというか、うんうんうん、まあ、ショートカットできるような気がするね。そんな分厚くない中で基礎一通りされてやっていけるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね、うん、ですよね、はい、自分の勉強法多分確立できてる人はいいんですけど、うん、確立できてなくてもほんまに何やったらいいか分かりませんっていう人はもう教科書だけ、はい、はい、教科書だけ、はい、っていう風にしてください、はい、まあ、あと英語とかに関しては、うん、まず英単語ですよね、はい、何使ってました？僕の時はシスタンです。あ、同じですね。同じですね。私もシスタンやったら第4章とかはまだいいから第3章までをもうとりあえずもう何十回何百回やるみたいな。はい、めっちゃやるな。めっちゃ出ました。英単語だけは何が出てももう絶対言えるようにしてできるようにね。よく基礎固めって言われるやんか、うん、まず基礎みたいな、うん、よく言われてます。はい、分かってます。で終わると思うんですけどだからそこの認識が弱いというか、基礎固めってなんか攻撃必殺やればいいみたいな思ってる人多いと思うんですけど、うんうん、基礎の問題に触れるだけじゃなくて身につけるっていうのが基礎固めなんで、カチカチに固まってますかってことですよね。そうです。基礎の部分が、はい、はい、スカスカの状態で次に進むと相性いい問題が出たら解けたりするんですけど、うんうん、その守備範囲が 広がってこないというか、簡単な問題でもうわこれ解けへんなみたいな、そのムラが出てくるのが本当秋とか冬に来ちゃうんで、なんで今のうちにもうカッチカチに、カッチカチやる、はい、ザブング今日ちょっとネタ多めね。今知らんのかなみんな。知ってるでしょ、古いですか私たち。え、古いんじゃん。やめよう。ザ・フングル加藤さんね、はい、カットで。カットしません。でもちょっとあと補足としては、はい、3教科とかでも受けるって決まってる子は、うん、多分もうその一気集中すればいいと思うんですけど、はい、国公立理系とかなってくると、うん、もうすごいやっぱ膨大じゃないですか。てんやわんやになる子も多いと思うで、はい、夏まではとりあえずメイン教科、うん、数科学物理とか、じゃあ英国社とか、うんうんうん、まあまあ文系やったらそっちで、理系やったら英数理で、そうそうそう、まあ、ただ文系でも国公立受ける人は数学もやっといた方がいいかなというのはありますね、うんうん、で私立の人はもうその受ける3つの科目と、はい、はい、3科4科目ということですね。はい、じゃあ次2つ目ですね。はい、2つ目。はい、2つ目は1日5時間の自学自習時間です。自学自習時間です。はい、自学自習時間です、うん。はい。学校の授業は入れない。量より質っていう
方も多分すごい多いと思うんですけど、はい、まあ、ポラリスで私がそのすごく思うのは、うん、量より質っていう前にでもまずやらな、時間数増やさなって思うから、うん、そうだよな、質2倍にするのより勉強時間2倍にする方が簡単というか、うん、質追求しても別になんか10倍とかなれへんもんな、うんうんうん、1.12 ぐらいで争ってるいや体感そうじゃない、うんうん、その勉強時間はマックスまで取った人たちの中で、そうですね、そう周りより 1.1 倍でできてんのか2倍にできてんのかぐらいなんで、うんうん、そこをなんか質で5倍にできるみたいな思ってる人が多分多いんやと思うな、うん、まずは無質もそれは確かに大切やけど、はい、時間は取らないと始まらへんから時間を取ってください、はい、受験直前とかなってきたら10時間以上とかはもう当たり前なんですけど、うん、はい、最初からそれやるとやっぱりちょっと燃え尽き症候群になっちゃうから、はい、徐々に1日の勉強時間を増やしていく、はい、っていうので今4月からやったら4月のうちやったら学校授業終わって、うん、まあ、5時間取れればいいかなぐらい、はい、平日やったら 4,5 時間、休日やったら8、9時間ぐらいですかね、はい、吉村さんもそのタイプでした？うん、まあ部活あったけど平日はそうやな、さらに睡眠時間削って4はやってたかな。あ、ね、ある程度その大学進学する高校で、うん、なんかその部活最後まで時間なくてっていうのも結構やっぱ減ってきてるっぽいから、うんうんうん、その学生の本分は学業だよねみたいなのが結構なんか浸透してきてる感じなんで、うんうんうん、全然取れる人の方が多いと思います。なんで自分忙しいしと思ってても一回一日どういう時間の使い方したんかみたいな、スケジュール手帳でもいいしカレンダーアプリでもいいんで入力していくと絶対空いた時間で5時間はね、まあさすがにある。ある。インターハイ常連校とか甲子園常連校みたいなとこじゃない限りはあるんで、5時間できる時間あるんでやりましょう。周り聞いてたらほんまに多分トップ層は質って言ってる子多いですけど、うん、でもその質って言ってる子も結局めっちゃやってます。まさやな、量やる前提の人らが質の話するんで。そうです、そうです、まあ、うちの指導する中で質に目向けますけど、やっぱ大前提結局いい結果になるね生徒さんたちって、うん、量を最後まで貫けたかどうかやと思いますし、うん、量を追求してるとまあ限界が来て自然とその考えるやんか、うんうん、そこでやっとその勉強法について考え出したり、もう自分は精一杯やってる中でプラスアルファでもうちょっとなんか賢くなっていくためには解き方がねまずいんじゃないかとか、もうちょっと効率のいい進め方があるんじゃないかっていう方にその後に向いていくんで、やってないうちから質質言い出すと1時間とかしかやらないほんまにそうなっちゃうんで、精神と時の部屋みたいなさそれを知ってる？知らん。いや知らんのに笑ってるやん。愛想笑い大事でしょ。愛想笑いにしてはめっちゃ笑ってたね今それも今の人知らんか、もう分かれへんけども、うん、はい、なんであのまず熱質求める前に量を求めましょうというところで1週間2週間頑張るとそれが当たり前になってくるので必ずやってください、うん、はい、はい、じゃあ次3つ目ですね、はい、3つ目は受験勉強のスタンスを固めるということです、はい、結構これ私がちょっともう失敗したなって思ってだからちょっと皆さんにお伝えしたいんですけど、はい、4月ってなってくると、うん、なんかもし塾入ってたら塾ちょっとちゃうなとか、またちょっと新しく行き始めようかなとかっていう人も多分多くて、はい、あでもやっぱ合わんかったわやめようかみたいな、うん、このなんやろサイクルにはまっちゃう子って結構いますね、うんうんうん、でもそれを今からやると置いてかれます正直、はい、合う合わないを今ほんまにもう4月頭ぐらいにはもう決めておかないと、うん、自分のスタンス固めておかんかったら、うん、勉強とかももうなんかともまならんくなってくるし、はい、やらんといけんことをできなくなってくるから、もうここにするって決めたならそこでずっと追ってください、うん、いろいろ言ってたんだっけ。私めっちゃ言ってましたほんまに。私の場合はもう4月のうちにも決めなくて結局もう秋ぐらいまでどこがいいんやろうとかなって、うん、で結局11月ぐらいに全講座を切って、うん、もうなんか結局自習室だけみたいな何やってみたいな。なるほどな。であるから、はい、自分に合った勉強塾を見つけるっていうのが一番かなって思います、うん、そうですね、うん、でこの固めてやりきって、うん、途中であれってなってそこで考え直すのはいいんですけど、最初からそのなんか迷ってるとうまくいかないよっていうのがめっちゃあるんで、もう自分は独学で行くんだないし自分は何年塾で行くんだみたいなちゃんと頑張っていって、それで夏とかになって振り返った時にあちょっと自分にはこれ合ってないかもしれないとかここ無駄やったなっていうところができた時に修正していく形がいいんで、もうできたら3月のうちにやってきたかったことなんですけれども、まだの人はぜひ、まあ、5月のゴールデンウィーク入る前までには、まあ、固めていってほしいなと。なんならこれ動画出てるのが1日なんで、もう学校始まる前のね4月7日までにもこの3つかなを、はい、始めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。
はい、ということでですね、いよいよ受験生になる新高3生の皆さんに対して4月にやるべき勉強を3つお話しました。できて当たり前やけどできてない人が多いようなところかなと思いますので、学校始まるまでの間に、再度ね確認してもらえたらと思います。そしてプロリスアカデミアでは現在、無料の受験相談実施しておりますし、まだ学校始まるまでの間でですね、春季講習っていうのも実施しております。受験勉強のスタンスを決めるっていうところでですね、やっぱりうちの塾夏からも入られる方多いんですけど、やっぱりこの春のうちからね、入っていただいた方が、まあお互い余裕持って取り組めるので、夏になるともうこれは捨ててこれで取りに行こうみたいな、そういうその結構リスクの高い戦略にどうしてもなってしまいますので、まあ今すぐ入る気はなかったとしても相談に来てもらうだけでですね、受験勉強に関するアドバイスもできますので、ぜひご活用いただければと思います。各校舎でもオンラインでも受験相談やっておりますので、興味ある方は概要欄の公式 LINE を友達追加してご連絡してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。バイバイ。